さあそして先ほどのですねハーチューさんが言った資生堂の25歳 CM ちょっと調べてみたんです、10万件のブログからキーワードを打ち込んで調べてみました、その結果ですね、こうやっていろいろ解析ができるんですけど、まあ、ネガティブワードがやっぱり多かった、でポジティブが 22%、 ネガティブが 77%、これブログの評価です。で男女比で見ると、男性3割女性6割が7割が書き込んでいて、バズグラフの解析によるとほぼ30代が反応してたみたいな。そうなんですね。でも CM ばっかり理想を追い求めて現実と離れていくのもちょっと違うかなと私は思っちゃうんですけどね。CM は釣りなので、なんかそれに共感する人が買ってくれたらいいんですよね。だからやっぱこうみんなに合わせなきゃっていう風潮がちょっともったいないなって思ってます。大勢の人に買ってもらう時代から一人の人がシン・ゴジラ何回も見てるわけですよ。昔は大勢の人が1回ずつ見たっていう形が違ってるんですね。いっぱい見る人もいれば、そこ見ない人もいるしっていうね。米田さん今日いかがでしたか？なんか同じ商品をね、何回もやっぱ買いたくなるっていう、そういう時代、そういうマーケティングの時代なのかなっていうふうに思いますね。そのためにやっぱ強烈なメッセージを打ち出した方が、高くてもいいものを買う。宮瀬さんの黒目の大きさが癒されるな。そこですか。ナンパじゃないですか。いらっしゃい。